バロー軍はアメリカ合衆国上ジ,ジア州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は69,367人であり、2000年の46,144人から50.3%増加した。軍庁所在地はワインダー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。バロー軍はアトランタ大都市圏に属している。 1914年7月7日、馬老軍創設を提案する憲法修正について、ジョージア州議会が合同決議案を承認し、同年11月3日の州民投票で修正案が批准された。このことで正式に新軍が創設された。軍域はジャクソン軍、グイネット軍、ウォルトン軍からそれぞれの一部が取られた。軍名はジョージア大学卒業生。 教授及び学長のデイビッドクレンショーバローにちなんで名付けられた。軍内にはワインダーバローブルードックスとアパラジーワイルドキャッツというフットボールチームがあり、2006年から州内受領上げチャンピオンになっている。アパラジーワイルドキャッツは2008年8クアット A フットボールチャンピオンであり、2006年から2009年まで州内のプレーオフに進出してきた。 軍内には4つの中学校があり、近年スタザム市に新しい中学校が建設された。バロー軍ブラゼルトンとグイネット軍にまたがって、シャトーエランリゾート、ワイン醸造所、ブドウ園があり、ジョージア州では最大のワイン醸造所である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は162.84平方マイルであり、 このうち陸地162.17平方マイル、水域は0.67平方マイルで、水域率は0.41%である。週刊高速道路アメリカ国道ジョージア州道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。